ツンデレっていう感じで寂しくないっていうオーラを出しながら実は本気で寂しがってるし。皆さんこんにちは。チルチル商業 BL レビューサイトチルチル社長のひろしです。チルチル記者のアプリコートです。はい、今回は、はい、シュガードッグライフ、わドラマ化ですね。嬉しい、はい、美味しそうな料理がなんかいつも出てくる、はい、そんななんか印象でございますけれども。そうですね、前回1話が放送されまして、はい、もう良かったですね。どこら辺がじゃあ良かったのかですね、はい、アプリコットさんに詳しくじゃあね解説してもらいたいと思うんですけれども、はい、受けの方ですね、はい、ちょっとこう最初ツン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 してまして。そうですね、ツンツンでしたね。受けの料理上手の大学生の桜庭いすみくん役が田中幸喜さんで、はい、人たらしなちょっとたらしっぽい感じのおまわりさんが、天沢京介さん役が田和田秀也さんを迎えてドラマ化しております。はい、おなんかおまわりさんもね、なんかこう毎日あんな格好でコンビニ来られたら、はい、店員さんも驚いちゃうんじゃないかな。まあ目立つにも程があるという感じではある、はい、あるんですけれども、はいはい、まあ、若干不審者感も否めないけどでも優しいおまわりさんですので、はいはい、ちょっとでも制服姿っていいなって思っちゃいましたね。ちゃんとねなんか着こなしてましたからね。はい、似合ってました。はい、いすみくんがちょっとツンツンしてるけどなんかちょっと寂しがり屋な一面があって、ほうほうほう、まあ、それをちょっと、まあ、隠してるんですけど、はい、ちょっとおまわりさんの京介さんと関わることによってそれがちょっとどん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 大きくなっていくみたいな展開が楽しみでございますね。未成年だと思ってちょっと年格から入るっていうか、はい、ちょっとおまわりさんがなんでこんな子がここで酔いつぶれてるんだみたいなところがあって声かけるところから始まるんですけど、なのでまあちょっとお人よしというかちょっと心配みたいなのが最初の方は強かったんだと思います。はい、おすすめポイントはですねやっぱりあの料理の美味しそうなところですかね。あのやっぱりいすみくんが料理上手なので料理サークルに入ってて、はい、もうシェフ顔負けの手さばきを見せてくれるんですけれども、はい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 、それがまあ美味しそうというかちょっと食欲をかきたてられる感じなんですが、はい、やっぱりそのビールドラマって結構食事シーンが多かったりするじゃないですか。そうですね、はい、やっぱりそのシュガードッグライフ の, あの見どころというか料理の見どころはあのちょっとチャラチャラしてそうないすみくんが実は家庭的ってギャップにあると思うんですね。はい、なんかこんなあの不真面目そうなツンツンした子が不安そうな感じの子が実は家庭的でもう料理何でも作れるしあり合わせの食材で作れちゃうっていうところに、あなんかここにまで来るまでにいっぱい頑張ったんだろうなみたいなところが見えて、それがすごい可愛いなっていう、まずそのギャップにキュンときますし、おまわりさんにがんあの作ってあげようとするんですけどすれ違っちゃって渡せないっていうシーンがあるじゃないですか。いきなりそんなね、はい、渡すことあるんですか。いやなんかコンビニバイトしてるところにもう足げくね、はい、あの通ってるおまわりさんの天沢さん、はいはい、京介さんがなんかすごい通ってくるんですけど、はいはい、あのコンビニ飯ばっかりで栄養が偏ってることを心配してちょっとサークルの方で作った料理をお弁当箱に詰めて持ってってあげるんですけど、はい、来ないんですよそういう日に限って。でもそのなんかけなげになんか待ってる姿とか作ってあげるっていうのとなんかまあ別にサークルのついでだったしいいもんいいもんみたいな、ちょっとあの自分の中でも気にしないようにしたいけどちょっと気にしちゃってるみたいなところが、はい、なんかやっぱりこの可愛いなっていうか、もう料理をするだけで可愛いって何事じゃみたいな、そういうところがいいなって思いました。いじけたところがなんかとても可愛い感じでしたよね。そうですね、なんかちょっとあの寂しくないもうザ・ツンデレっていう感じで寂しくないっていうオーラを出しながら実は本気で寂しがってるし、結構人とご飯を食べるっていうことに憧れがあるんだなみたいなその寂しい人なんですか、いすみくん。でもいすみくんは多分その、はい、やっぱり料理って人と食べた方が美味しいみたいな、ね、そういうところがあるじゃないですか、はいはい、だからもう美味しいものは一人でも作れるけどやっぱり食べてくれる人がいないと寂しいっていうところがあると思うので、自分が作った料理をもう誰かに食べてもらったらすごく幸せになれるんじゃないかなって思いますね。その
通ただ友達とか知り合いとご飯を食べるっていうだけじゃなくて、うん、もうなんか自分が寂しくないように、うん、もう誰料理を食べたいじゃなくていすみくんの料理が食べたいってちゃんと自分を見て言ってくれるところがやっぱりその全てを受け入れてくれる感じがして、ああ年上攻めっていいなっていう感じですよねあれ本当に好きな人じゃないとね作ってくれないでしょ。でもいやでもまあそこを一気になんか惚れ込ませてくれるのがこの京介さんの攻め力、天然たらし力なんじゃないかなって思います。そういうことですね。なんかこのすごい下心が なさそうに見えるっていうか、はい、その本気で純粋に料理が食べたいんだろうなっていう、はいはい、なんかそのもう曇りなきっていうか、うん、何も一切不純なことはない感じがして、うん、なんか本当に食べたいんだろうなっていう、そう誠実な感じがするので、うん、もうそれはちょっとほだされていくだろうなっていうオーラを感じました。まあ、実際ほだされちゃう、ね、そうですね、ほだされてましたねはい、でちょっとやっぱり展開にも注目していきたいところがございまして、はい、1話のラストで早速好きだよって告白しちゃったんですよ。もうしちゃうんですか。あーってなっちゃったんですけど、はい、その告白1話じゃないですかまだ。なので、はい、ご飯を一緒に食べようってなって、はい、作ってあげて、ツンツンな子がご飯を作ってあげて、それを包み込んでくれる誠実なお兄さんっていう、はい、結構エモな関係性が作られたって思ったら、はい、もういきなり好きだよってもうまっすぐに告白しちゃうんです。恋人的な好きじゃ好きとは違うとかそういうことじゃないんですね。ちゃんとそれは好きなんですかね。それはだから2話でどうなってくるのかが私はちょっと今そわそわしている段階でございまして、はい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 、ちょっと言われたいすみくんもなんかちょっとドキッとしちゃってるというか、なんかもう翻弄されてる感じがするんですよ。はい、やっぱりツンデレさんなんですぐには認めてくれないとは思うんですけれども、はいはい、ちょっとツンツンしてた表情がだん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 柔らかくなって、はい、ちょっと京介さんに対する甘えみたいな、はい、ちょっとリラックスしてる感じの雪解けが見れたところで告白からのどうなるっていう。京介さんはなんかちょっと天然っぽいよう なんかキャラクターみたいに見えましたけど。そうですね、ちょっとおっちょこちょいな感じとか、はい、なんか隙がある感じが、はい、ちょっとそこもまた抜けてるところが魅力なのかなとは思っていたんですが、意外と作詞なんじゃないかって説がねちょっと見えてますよね、はい、なかなかそういう二面性がありそうな感じのキャラクターっていいですよね。そうですよね、なんか優しそうな子がいつの間にかみたいな、優しそうな攻めがいつの間にかツンな受けをちょっとこう出して自分の中にちょっと懐に入れてるっていうところがやっぱり年上攻めかけるちょっとツンデレ年下受けの魅力が全開なんじゃないかなって思いますね。もうなんかね獲物になっちゃうみたいな感じで、でも獲物はまあ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 同意の上ではありますから、はいはい、まあ、今後どんな料理、美味しい料理が登場するのか、どんなツンナイズミくんがどんな可愛さを見せてくれるのか、そして京介さんがどんな攻め力を見せてくれるのかっていうところを私は毎週毎週楽しみにしていきたいと思います。あれ毎週料理作ってくれるんですかね。いやもうそれが醍醐味のなの で、 そうなんですか。やっぱり料理はマストかなって思いますね。必ずじゃあなんかお家にお呼ばれされて、ご飯を食べさせてもらえるといやそれはちょっとまだ見てみないとわからないところありますけれども、でもなんか食卓を囲んで何か食べる2人っていうのは今後も見えるんじゃないかなって思いますね。本当になんか BL ドラマってなんか食卓を囲んでねご飯食べるシーンめちゃくちゃ多いですよね。まあそれが絆を深めてくれるんじゃないですかね。あ、はい、2人のなんかメニューとかにもなんかそういう裏のなんか、ね、意味とかがなんかあったりするんですかね。あれね、まあそのなんだろう、あったかいご飯が一番美味しいっていうなんか作詞だからなんかね、ご飯になんかちょっとこう意味を込めて次これ作ってくれようとかってそういうのはないですよね。ちょっと分かんない真面目に答えようとしてそれちょっと責任は持てないから何とも言えないんですけど、はい、はい、ドラマシュガードッグライフはですねテレビ朝日にて毎週土曜の夜に放送されているんですけれども、見逃し配信がもう我らが TVer さんで行われておりまして、あとアベマさんの方でも最新話が無料配信中ということでございますので、まだまだはい、追いつけますのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、はい、皆さんバイチルー。